はい、皆さんこんにちはこんばんはマーベリックスチャンネルですいつもご視聴いただきましてありがとうございますえ今日もですね秋のおいしいものシリーズということで、えー、皆さんに、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、今日はですね実は、えー、ある方から情報をいただきました、えー、それはですね今見えているものなんですけれども えー、皆さんも、えー、よくご存知だと思います、えー、某7と11というねそういう便利なお店があるんですけれどもそこでね、えー、売られている、えー、食べ物ですこれがそうですけどねはい、えー でフレンチトースト、ねまあ、フレンチトーストがカップに入ってるだけなんですけども、えー、これが非常に美味しいから食べてみなさいということで、えー、あのご紹介いただきました、えー、まあフレンチトーストがね 非常に美味しいっていうのは分かってるんですけどもまあ特にこれが美味しいよということでねご紹介いただいたのでまあせっかくですからねじゃあ食べてみようかということで今日買い求めてまいりましたえちょっとこんな感じでねこ何やらこうちぎった フレンチトーストがカップの中に入っていてあとホイップクリームもねこうついてるんですね、えー、こんな感じでちょっとなんかこうね、えー、まあ僕の個人的な感想ですけどもうーんっていう感じかなというまあ見た目ですけどね でもまあおいしいというおすすめがあったもんですから今日はちょっと食べてみたいなと思います、えー、もうすでにね皆さんの中にはお召し上がりになられた方もいらっしゃるかと思いますけどもねえー、まああの僕はまだこれが初めてですので是非皆さんにご紹介しながらね食べていきたいなと思います、はい、それでは オープンということでねはい、はい、えー、今日もですねこのえー、えー、っとですねまあこのまま食べられるんでね非常に、えー、便利ですよねこの状態で、えーまあ、フォークあればねすぐ食べられるということでまあどこでも 外出先でもこのまま食べられる車の中でも食べられる状態ですね非常に便利なパッケージですよねそういうことも考えられているのかなということですねで,でお値段なんですけども一応ですねこのえー、税込み えー、291.6円っていうねちょっと意味が分かんないですね291.6円って何だっていうね、えー、そういうのがちょっと気になったんでねあえて皆さんにご紹介します、えー、実際いくら取られるんだっていう話なんですけども、えー、291.1円だ なのか292円なのかねちょっとその辺がね、えー、分かんないなっていうね、えー、これあの支払いする時はねあの他のものも買いましたんでよくあのレシートを見なかったんで,でレシートも置いてきちゃったんでもう確認するすべがないんで。 もし確認するとしたらもう一度買うしかないんですけどもまああの機会があったらねまたちょっと買ってみて実際いくら取られるのかっていうのをね払わなければいけないのかっていうのをちょっと確認してみたいと思います面白いですねこれねなかなかあ,これはあんまりこんな表示見たことないなと思うんですけどもねまあこういうのもちょっと気になりました まあ味とは関係ないんですけどねはい、はい、じ,ゃじゃあちょっといただいてみますまああのせっかくなんでねこのホイップクリームも一緒についてるんでね普段あんまりホイップクリームはね僕は好んでは食べないんですけどもまあ今回はねこのついてるんで一緒に食べたいと思います じゃあ、いただきます。うん。うん。 レンチトーストですねやっぱりうんこれは 美味しいかなちょっとへあの変な表現ですけどねまああんまりこう好んではね僕はフレンチトーストは食べないんですけどもうんまあまあうん まあ今日はねちょっとあのいつもはね今までは美味しいものにしか当たったことがないんであれなんですけど今日もまあそれなりには美味しいですよというねそういう表現にさせてくださいうんこれどちらかというと まあ、フレンチトーストですねあのフレンチトーストの味です、えー、それ以上でも以下でもありませんでこのホイップクリームがやっぱりすごくこう何て言うかなホイップクリームの味になってしまいますね一緒に食べるとうんだからここ できればねこの一緒にしない方がいいような気もしますホイップクリームはお好みでどうぞぐらいのそういうスタイルにの方が僕はいいかなというふうに、えー、今感じましたホイップクリームはどちらかというとなくても 僕はいいかな、うん、ということではい今日はねこの、えー、某7と11というねそういうお店で、えー、オリジナル商品というんですかねこの、うん、スイーツってなってますけどねこの スイーツね、まあ、スイーツなんですかねあのー、確かにそうですね、えー、カップで手軽にどこでも食べられますよというねそういう,う売りなんだと思いますそういうアイデアはね非常にこれはあ秀逸だなというふうに感じましまあ味的にはね、まあ、あのフレンチトーストです えー、まあそういう今日はねあの決してまずいとかじゃありません美味しいですけどもまああのフレンチトーストの味だなということで、えー、今日はあちょっとこの締めさせていただきたいなと思いますはいえー、まあ美味しいですよね あのー、もし皆さんもね、えー、ご興味ありましたら一度食べてみてはいかがでしょうか非常に手軽にね食べられますかうーんまあどこでもねフレンチトーストが味わえますよというねそういうアイデア商品かもしれませんねこれねはいということで今日はね、えー あ,のある方からご紹介をしていただいた、えーまあ、あのフレンチトーストカップに入ったフレンチトーストというものをご紹介しましたはいえー、今日もね、えー、ご視聴いただきましてありがとうございましたまたね、えー、いろいろな美味しいものを引き続きご紹介していきたいと思いますので是非皆さんね継続して ご視聴いただきますようによろしくお願い申し上げますはい、それでは今日はこれで、えー、失礼いたします、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました失礼しますありがとうございます